フィギュア女子北京五輪代表の17歳川辺真奈もぐもぐタイムの方たちに会いたい。フィギュアスケート女子で北京五輪代表の川辺真奈木下アカデミーが11日京都府宇治市内で練習を公開した17歳で決めた初の大舞台。今は前の五輪のフィギュアの映像とかを見て 自分もここで滑れるんだって嬉しい気持ちでいっぱいと胸を躍らせた。代表選考会を兼ねた昨年12月の全日本選手権では SP、フリーともに着氷したトリプルアクセルを武器に躍進を遂げた。カーブが定まってないのでいい時と悪い時のカーブが全然違う。一緒になるようにと。 五輪へ向けてさらに磨きをかけているという。五輪本番ではカーリングのもぐもぐタイムの方たちにテレビでいつも見ているので会いたいとにっこり。平昌五輪銅メダルを獲得したロコソラーレのメンバーとの対面を心待ちにした。練習後取材に応じる北京五輪フィギュア女子日本代表の 川辺愛菜代表撮影。17歳川辺愛菜初の五輪で会いたい選手は、カーリングのもぐもぐタイムをしている方たち、フィギュアスケート女子で北京五輪代表の川辺愛菜木下グループが11日、京都宇治市内で練習を公開した。約1時間半、武器のトリプルアクセル。 三回転半やバレーのコーチの指導のもと、ステップスピンも入念に確認した。昨年12月の全日本選手権で3位に入り、17歳でつかんだ初の五輪切符。川辺は学校に昨日行ったんですけど、すごいみんな応援してくれたりとか。 改めてオリンピックに行くんだという実感が湧きましたとはにかんだ。練習後には木下アカデミーの生徒からメッセージ入りの横断幕ももらい書いていることを知らなかったのでびっくりした。すごい嬉しいですと語った。五輪が決まった瞬間は不安しかなかったと明かした。川辺。 ただ今は楽しみっていう気持ちの方が大きいです。選手村の様子とか、リンクの写真を見て、すごいワクワク感とか、早く行きたいなってと心を躍らせた。選手村で会いたい日本代表選手を問われると、カーリングのもぐもぐタイムをしている方たち、テレビでいつも見ているので、 すごい会いたいと女子カーリング代表のロコソラーレのメンバーを挙げた。北京五輪まで1ヶ月を切った。ジャンプも頑張るけど表現の部分とかステップも一番力を入れている。前の五輪のフィギュアの映像とか見て自分もここで滑れるんだっていう嬉しい気持ちでいっぱいと初の夢舞台を見据えた。 フィギュア川辺マナが北京五輪で会いたい人はもぐもぐタイムいつもテレビで見ている女子フィギュアスケートで五輪初出場の川辺マナ、マナ17、木下アカデミーが11日京都府宇治市で練習を公開した代表に決まった時は不安しかなかったが過去の五輪映像や 選手村の写真を見て今は嬉しいのと楽しみが大きいと心境の変化を語った。北京ではカーリングのもぐもぐタイムをいつもテレビで見ているのでとロコソラーレのメンバーとの対面を絶望した。初五輪に早く行きたいフィギュア女子の17歳川辺、フィギュアスケート女子で 北京冬季五輪代表の17歳、川辺真奈木下アカデミーが11日、京都府宇治市で報道陣に練習を公開し、初の晴れ舞台へ、今は嬉しくて楽しみという感じが大きい。早く行きたいと心待ちにした。練習では得点源のトリプルアクセル、3回転半ジャンプを着氷。 五輪へ力を入れているという表現面や滑りも入念に確認した。最近は過去の五輪の映像を見ているそうで、本当に誰もミスをしないイメージ。今できる一番いい演技をしたいと力強く話した。フィギュア17歳、川辺真奈北京五輪内定後に初投稿クラスメートから激励に恥ずかしい。 北京五輪代表に選出されたフィギュアスケート女子17歳の河辺真奈選手代表内定後に初めて京都療養高校に登校しました練習のため学校にいる時間が少ない河辺選手ですがクラスメートに話を聞くといつも2軒で変えられるのですが真面目で僕よりずっと頭が良くて 集中して勉強してます。明るいと人気ぶりが伺えました。授業の合間の休み時間になると、クラスメートから花束や応援のメッセージが、次々とかけられる、マナ、頑張れの声に、川辺選手は恥ずかしいけど嬉しいと笑顔を見せました。川辺マナ、先輩木平を思い通しに、 非トリプルアクセル決めたい気持ちが強くなった。フィギュア、4日、名古屋フィギュアスケートフェスティバル、名古屋市日本外資アリーナ、北京五輪イヤーの初滑りを、生まれ故郷名古屋で迎えた、川辺真奈木下アカデミー。17歳のシンデレラガールは、現在の練習拠点である、 関西のリンクで一緒に練習して目標としていた先輩、木平ラリカ、トヨタ自動車の顔を新春早々思い浮かべていた。木平選手の分も頑張ってくださいと、リカちゃんのファンの方から色々メッセージが来たので、トリプルアクセル3回転半ジャンプを決めたいという思いが強くなりました。励ましを受けたのは、 ファンからだけではない。代表最終選考会の全日本選手権を欠場した木平本人からは4年後のオリンピック一緒に出たいねというメッセージを受け取り、代表決定後にもおめでとう頑張ってねという言葉をかけられた。これで川辺の投資に火がついた。頑張らないとという気持ちの方が大きくなって、 自分の力をせえいっぱい出せるように頑張りたい。先輩の無念は私が北京で晴らす。年末年始を過ごし、この日はフラワーの曲に乗ってダブルアクセルなどを披露した名古屋で大舞台への思いは新たになった。坂本香織二度目の五輪へ、覚悟は全然違う。 今年はメダル狙えると団体戦にも意欲11日フィギュアスケート女子で北京五輪代表の坂本香里選手が神戸市内で練習を公開しました。スピンやステップを重点的に取り組み、細かな修正を行うなど、残り1ヶ月を切っている。 北京五輪へ向け最終調整に入っている様子を見せました。前回の平昌五輪との違いを聞かれると、先月の全日本で優勝して最初に内定が決まったので、その責任もあるし、覚悟は4年前と全然違うとコメント。完全に浮かれていた前回とは違って、やるぞという気持ちだけになったと。 精神面での成長を語りました。また、フィギュアスケートの競合であるロシア勢の存在はあまり深く考えていないと答えた坂本選手、いかに完璧に近い演技をしないといけないかを改めて考えさせられるくらいだと話しました。現時点でメンバーが未決定である団体戦については、 今年は本当にメダルを狙えると思うと話し、出場できるならメダル狙って、チームジャパンの一員として、しっかり貢献したいと熱意を示しました。成人式に行けなかった、本田マリン、自撮りの振り袖ショットが、反響16万兆、かぐや姫みたい。昨年8月に20歳となった本田へ、ファン、美しい。 ホンダマリン。フィギュアスケートのホンダマリンがインスタグラムを更新。豪華絢爛な振り袖姿の画像を公開した。文面で成人式には行くことができなかったですが、少し前に振り袖を着るお仕事をした時の写真ですと説明。投稿直後から祝福の声が寄せられていたが、いいねの数は、 16万件を突破。似合ってます。かぐや姫みたいとコメントも増えている。画像。かぐや姫みたいと反響拡大花柄デザインの晴れ着姿でパシャリ。自撮りした本田マリンの実際の写真。あでやかな振り袖姿が注目を集めた。本田が自撮りした一枚。 大きな花柄がデザインされた美しい晴れ着をまとっている。髪飾りもおしゃれにつけ、ヘアメイクもきっちりなされている。編んだ髪の先を左手に持ち、首を傾けるようにしてカメラに笑顔を向けている。写真を公開したホンダは昨年8月に20歳となった。 新成人の皆様、おめでとうございます。自分も成人式には行くことができなかったですが、少し前に振袖を着るお仕事をした時の写真ですと、文面に記した。投稿直後から反響が集まっていたが、いいねの数は16万件を突破。成人おめでとう。振袖似合ってます。かぐや姫みたい。 美しいです、などと、コメント数もさらに増えている。北京五輪内定フィギュアスケート、樋口新馬が練習を公開。フィギュアスケートの女子シングルで、北京オリンピック代表に内定した樋口新馬選手が練習を公開し、自分が練習してきたことを出せるように、思い切り滑りたいと。 大会に向けた意気込みを語りました。樋口選手は去年12月、北京オリンピックの代表選考を兼ねて開かれた全日本選手権の女子シングルのフリーでトリプルアクセルを着氷するなど自己ベストを更新して2位に入り、初めてのオリンピック代表に内定しました。 11日、都内で練習の様子を公開した樋口選手は、フリーのライオンキングの曲をかけながら、課題としている演技後半に飛ぶ3回転3回転の連続ジャンプや3回転フリップなどの感触を確かめました。また、最後の10分ほどは、北京オリンピック本番で、 ショートプログラムの構成にも組み込む可能性があるトリプルアクセルを繰り返し飛んでいました。樋口選手は今はまだ120%の力を出せるところには来てはいないが、大会まで時間があるのでこのくらいでいいと思っている。これから練習量を増やしてピークを合わせたいと落ち着いた様子で話しました。 その上で初出場となるオリンピックに向けて今はとにかくいい演技をしたいという気持ちが強い。自分が練習してきたことを出せるよう何も考えずに思い切り滑りたいと意気込みを語りました。